ご視聴ありがとうございます。ちもちもでーす。鶴屋義信からカービィモナカが届きました。では早速開けてみたいと思います。中身はこんな感じ。こんな箱が入ってました。開封の儀さあ中身はねどんな風になってるんでしょうね。少しスライドしましたね。中に、上に小豆で下がモナカの缶が入ってるみたいですね。なんか可愛いあのカービィのねモナカのあの差しが入ってますね。はい、最初は小豆で、次が多分これの中にモナカが入ってるんでしょうね。で、なんかカードが入ってて可愛いですね。で、はい、小豆を装うやつ。あとは、なんか紙が入ってましたね。はい、これで全部です。はい、子供たちが帰ってきたんでね、カービィモナカを食べてみたいと思います。早速、はい、小豆をね、装うやつね。あと、中身を取り出して、それで、缶をね、はい、開けていきますよ。なんか裏側にもなんか、カービィの冊子とか書いてあるんですね。中にカービィの顔がついたモナカが入ってるみたいですね。かわいいですね。あれ？もう一枚入ってる。あれ？顔がいっぱい入ってる。なんだこれ？全部出してみましょう。サクサク軽い音がしてます。このモナカはね、多分高級モナカってやつですね。はい、カメラはね、もうちょっと左側なんですけど、はい、iPhone の目の前にモナカを持ってきたら、そんなところにでっかく出ちゃいましたね。これで全部みたいですね。12枚入ってますね。両面カービィなんですね。はい、粒あんをね、よそってもらってます。このぐらいの量にして、もう蓋をした方がいいかもしれないです。6枚全部作るには、まあこの量だとちょっとよそいすぎてる感じですね。まあでもね、まあ、あんこがねとっても美味しかったんで、このぐらいの量でも美味しくいただけます。はい、モナカで挟みます。これでね、食べてみましょう。モナカの真ん中が四角いのは、モナカのね、もともとの、お餅みたいなものを短冊型に切って、それをね、圧縮して、この丸い形にするんで、その四角いね、短冊の時の形が残ってるみたいですね。
中に何か挟んでボリューム出すやつ。あ、そういうこと、うん、だってこれにほら乗ってるのだとさ、本当だ、アレンジ確かにこれだとね、こんな風になっちゃうね。あとはイチゴとかクルミとか栗とか抹茶アイスとか乗ってる。じゃーん、カービィが食われた。中身はあんな感じです。このモナカのパリパリ音わかります？ザクザクとか、なんかかなり美味しいですね。モナカだけでも美味しくいただけます。あ、美味しかった。はい、じゃあ、あ、ちもちもママもどれ食べる？ちもちもママはどれ食べるの？の中に挟むね、果物があったような気がしたんだけど、ちょっと探したんだけどなかったですね。残念。次買ってこよう。カビモナカ美味しくいただきました。ご視聴ありがとうございました。